即死チートが最強すぎて、異世界の奴らがまるで相手にならないんですが、100% 成功する即死魔法って使えたらナロー系におけるチート枠の一種だよね。みたいな感じのナロー系部門即死系シナリオで多分一番シナリオがしっかりしている。ラノベ主人公が即死魔法使って無双するというシナリオ。主人公は異世界転生する前から 100% 成功する即死魔法持ちのチート。こいつがなぜチート持ちなのかはシナリオが進むと解放される。普段はラノベの主人公よろしく目立たないポジのやる気のない無構成な空気ポジだった主人公を含めたクラスが丸ごと異世界転にする。異世界転にしたらチートを手に入れたクラスメイトが 100% し始めて、JK は奴隷だ、汚物は消毒だ、 100% し始めて音楽性の違いからチート得点をもらわなかったメインヒロインを残して解散する。主人公が昼寝から起きたらクソ強いバーンが餌を見つけてお食事しようとしてる感じに対して、読者に主人公は天然のエターナルフォースブリザード持ちですを説明するところから始まる、異世界をたしなむ漫画。この漫画のディモールとベネな部分は即死魔法持ちの弱点である。比較されない遠距離からわからん殺しをするとか、奴隷にレベリングさせまくることでレベルがアホほど強い霊族魔法持ちのチートとか、そんな感じで即死魔法の天敵を用意して、主人公のバトラセルという展開を書いている部分がベネ。全員ワンパンで沈めることができるチートなのだが、シナリオはあくまでも異世界をたしなむという部分に重点を置いているので、ハーレムを拡張するわけでも俺杖をするわけでもない2000年のラノベっぽい作風。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録